株式会社五菓子五店は、沖縄県中上郡読谷村に本社を置き、菓子の製造販売及び、レストラン事業を行っているグループである。五菓子五店は運営する施設の名称でもある。2015年2月11日までの社名はお菓子のポルシェであった。県内有数の菓子製造会社であり、同社の販売額の3分の1を占める主力商品である赤芋タルトは、 年間販売数が1000万個を超え、沖縄土産としても定着している。同社の発展のもとは、1986年に参加した読谷村の村おこし事業である。この際に生産を開始した赤芋菓子である赤芋タルトが有名になり、それ以来赤芋菓子ポルシェとして広く知られるようになった。また、2001年には女村に菓子製造工場、 県店舗である、五菓子五店を開店し、観光客も多く訪れる観光施設となっている。2015年にはこの工場県店舗の名称を社名に変更したが、ポルシェの名称はパティスリーの2店舗に残る。2008年には、全国菓子大博覧会において、菓子業界では最高の栄誉とされる、名誉総裁賞を文化部門で受賞するなど、沖縄県内にとどまらず、 日本全国で通用する菓子会社として発展し続けている。五菓子五店女店菓子の生産工程の見学及び商品販売を行っている施設。五菓子五店菓子工房中お菓子のジョリー機2007年7月に当社が沖縄県那覇市に本社を置く菓子メーカーである株式会社南方通商を相手に起こした商品の販売差し止めと1億円の 損害賠償などを求める訴えである。南方通商が2001年より販売を開始したベニーモタルトに対し、ポルシェは故障が類似しており、商品の基本的構成形態も同一。現に一般消費者の間で混同が生じているなどと訴え、販売差し止めや商品製造用の金型の廃棄などを求めた。これに対し、南方通商の代理人は、ベニーモタルトは、 沖縄の多くのメーカーの努力で成長した商品で、現在ではチンスコーなどと同様に、沖縄土産の一般的商品として定着しており、原告のみが商品を独占して、製造、販売できるはずはないと反論した。2008年8月6日に、那覇地方裁判所で行われた訴訟でポルシェ側の請求が棄却された。なお、赤いモタルトの名称は、商標登録はされていない。 ABC 株式会社5かし5店第27期決算広告ありがとうございます。